はい、ではこんにちは、内輪式アルティメット合格戦術、ガイダンスです。担当は内輪です。お願いします。はい、今日はですね、内輪式のアルティメット合格戦術というタイトルですね。私が担当しますアルティメットコース、行政書士試験の合格するアルティメットコースね、これのご紹介をします。はい、行政書士試験のね、学習のまあ合格するためのね、いろんなそのやり方とか、まあレックもいろんな講義があったりするわけですけども、他との違いは何なのか、どこに一番力を入れたのか、それはなぜなのか、はい、について、今日はご紹介したいと思ってます。はい、もしかすると今日これ動画でご覧いただいたりとか、あと各本校の教室で、画面でご覧いただいたりとか、いろいろかと思うんですけど、もしお手元にね、レックの2018年合格目標総合パンフレット最善の選択肢なんていうのがあったら、ぜひこれをご用意いただきたいなと思うんです、ね、面白いですよね。皆さん、最善の選択肢、いいタイトルですよね。行政書士試験は、行政書士試験はね、5択の選択肢が多いじゃないですか。これ4つの選択肢になってますね。いろんなコースがありますよ、ね、初学者向けのコースと学習経験者向けのコース4つ、主だったものをご紹介しますよっていうパンフレットなんですけどね、どれがあなたにとって最善でしょうか、ね、一番合ったコースを選んでみてくださいねっていう意味合いかなと思ってますね。はい、でこちらのページのですね、28ページをお手元にありましたら開いていただければなと思うんですね。28ページです。そうするとですね、こんなページが出てきたでしょうか。内輪式アルティメット上級演習コースフルパック73回とか書いてあるわけです、ね。はい、光の加減でちょっとこう光ってるでしょ。はい、でちなみにですけどね、あのこれ、ね、学習経験者向けのコースですってなってます。で私も合格講座は担当しますんで、ね、初学者向けの講座もね、もちろん今年も担当するんですけど、このアルティメットの演習コースはね、一度独学でも他社でも、またレックで去年ねご一緒した方いらっしゃったとしたら、レックの方でもね、一度一通り学習をした方向けのコースであるってことなんですね。ただここ上級って書いてますけど、上級って書いてますけど、そのなんていうかな、合格するところにですね、ね、今年初めての勉強で、普通のね、なんていうんだろう、初学者から合格しましょうっていうコースで受かって合格する人もいるし、ね、問題演習に特化したクラスをね受講していただいて合格する人もいるんで、上か下かっていう意味の上級じゃないんですね、この上級は。はい、問題演習をとことん極める上級クラスですという、そういう意味合いですからね。はい、レベルが上か下かじゃなくて、問題演習の質と量を徹底的に高めたコースですよっていう意味合いの上級です。ですか？はい、そういうふうに捉えていただければなというふうに思うんです。はい、でまず大きいね、このもうなんていうかな、コースの全容から捉えていっていただくと。ね、ステップその1、最初に過去問対策、過去問分析やります。次に800選択肢、これ一問一答形式のローラー式の問題演習講座です。次、一問一答で一足一足ごとの精度が上がったのを前提として、じゃあ見たことないようなね、変なこな選択肢も混じった五択形式でも正しく選択肢を選び出すことができるのかなっていうですね、五択式形式の問題演習編に入っていきます。でもちろん科目ごとね進めていきますんで、科目ごとの基礎問題、基本問題について解けるかどうかを確認していただく科目別答練っていうのも受講していただく。この緑のところ演習編です。問題演習です。問題演習していただいて、時間計って解いていただいて、
解いていただいた後にすぐ答え合わせして、でこういう出題意図でここを聞きたいんだけれども、だから覚えるときにはこうやるんだよっていう解説講義付きです。だから演習が先にあって、その後にすぐ答え合わせがあって復習講義があるっていう順番になってますね。演習コースですですか。で、模擬試験やっぱ3時間60問できて、でできて初めて合格ですんで、模擬試験受けてっていただく。で、早めから受講していただきます、ね、到達度確認模試受けていただく。で公開模試も受けていただく。ファイナル模試も受けていただく。山当ても受けていただくというようにね、模擬試験レックの、準備している模擬試験をどんどん受講していっていただいて、模擬試験で当たった箇所は当たった箇所、間違った箇所はすぐ復習ということで、はい、模擬試験と問題演習のフルパックになってます。かつ、ね、どうしても例年ですね、でもやっぱり一般知識圏の文章理解で点数が安定して取れなくてなんていう方がいらっしゃったりします。そういった方向けに文章理解の特訓講座を今年は入れてます。去年は、一般知識圏の中でやったんだけど、今年はこれを新たに、ね、文章理解の問題演習徹底的にやっていただきます。内屋式のやり方で文章理解の答えを導き出すやり方を、どんな文章でもそれで解けるかなっていうのを実践していただきます、はい、問題演習型の、はい、文章理解がパズルのように楽しくなるコース、これをやります、はい、そして記述対策用として、レックの、まあ、この記述60問解きまくり、これもですね、はい、これは去年に引き続いてやるんですけども、ね、実際に時間の中で皆さん解いていただきます。僕は、はい、で解いて答え合わせしてポイントはここっていう解説でやっていきたいなと思ってるんですね。ですかね。そうやって見ると、昨年までのアルティメットコースとのまず一番大きい違いは何かっていうとね、はい、この800足っていう一問一答形式問題演習と、5つから1個答え選び出すっていう5択式の問題演習の順番が逆転してると、一問一答が先に来てるっていうことになります。これなんでだろう、はい、なんで一問一答が先に来たんだろう。去年よりも、去年実際やってみていただいたんだけど、今年は一問一答わざと前に前倒しに組み替えてみます。これなんででしょうっていうとね、僕は受験生の時もそうだったんですけど、一問一答の問題演習ってね、やってて、まあそれこそね、800足800足1600足とかこう準備してやっていくとですね、試験の直前まで間違った問題繰り返し繰り返しとくんだけど、全部当たるようになんてなかなかならないですよね。やっぱ3回やっても4回やっても間違う選択肢は間違うんですよ、時間を要するのね。ただし繰り返して繰り返して繰り返していけばね、間違う問題の数っていうのは減っていき、間違った問題だけ繰り返して当たるようになるまで解いていくというやり方しますんで、これ早めに取り組んだ方がいいな。で、一問一答の一つ一つの選択肢に対する判断のスピードと確信、自信持って切れる選択肢は何個あるかですからね、うん、これが特に問題で聞かれやすいところの大事なポイントの選択肢を判断するスピードが速い、うん、自信持って速いっていう、これが結局のところはですよ、他のなんか見たことのない選択肢が混じってようがね、なんか組み合わせ問題だなんだかんだって来ようが、結局のところはその一つ一つの選択肢に対して自信を持って丸だ×だと判別できる選択肢がどのぐらい、ね、多くストックされてるかによって問題解くスピード違ってくるわけですからね。だから先に一問一答で精度をどんどん上げていきつつ、五択式の問題演習という順番に今年はしています。最初に一問一答形式に置いて問題演習をしていただくというふうになってます、はい、あともう一つ大きな違いは何かって言ったらね、今年はね、これね、演習編ってなってて、本論編っていう文言が取れてると思いま ですか。でこれは何を言いたいかって言ったらですね、昨年の、アルティメットのクラスではね、日曜日生講義を実施して、午前中に
インプットしました。でその午前中でのインプットの中身というのは、合格講座だったらば、普通だったらば2コマ分、場合によっては3コマ分、レックの普通の、合格講座で言ったらば2コマから3コマぐらいの分量を1コマで大事なところのポイントだけ確認する、ね、学習経験者向けですので、ね、1回学習してますよね、もう1回振り返ってみましょう ね、この箇所、このページからこのページまでのところで大事な箇所ってこういう箇所でしたよね、なぜ大事かっていうとこういうふうに聞かれるからですよね、で回答する場合のツボってここですよね、間違いやすい箇所はここですよね、はい、どうやって覚えたら覚えやすくなりますか、こうですよねっていうことで、ね、普通だったら3コマ分のところを午前中1コマでインプットします。じゃあ午前中にポイント確認したところを解けるようになってるかどうか今後問題演習してみましょう、やったわけです。で問題演習した後に、さあ解けるようになってたか早速丸つけてね確認してみましょう、で間違った箇所は間違った箇所でいいですからね、すぐこの復習の時間で覚えてくださいねっていうですね、午前中インプット、午後1アウトプット、アウトプット終わった後すぐ丸つけ補強のインプット、インアウトインで、2017のアルティメットっていうのをやったんです。でその結果どうなったかって言ったらですね、インのところは、インのところはね、そのなんていうかな、一回インプットで入ってることを前提にだからポイントの確認だったらば大丈夫なのかな、で午前中にポイント確認で言った箇所なんだから、お昼の休憩時間1時間挟んで午後ねアウトプットしてみましょうって言ったって、さっきもうまさにポイント解説でここ出るよって言った箇所なんだから解けるかなと思った。ところがそうでない方もたくさんいたんです。実際これいいか悪いかじゃなくてね、午前中にねここ出ますよと、ここ出る箇所で間違いやすい箇所ですよって言った箇所をすぐその後問題演習してみてもね、1時間後で解けるかって言ったら結構間違う方っていっぱいいたんです。これ実際やってみた時に、でその後今間違えた箇所ここですよね、それってね、こうだったですよねっていうインアウトインをしてみて僕が思った感想っていうのはですね、結局、ね、午前中あんなにですよ、その3コマ分のところのポイントをって言ってまとめていいんだって言って一生懸命ポイントを話したところで、それが解けるようになってるかっていうところであれほど出てこないっていうことが多いんだったらば、先に問題演習で解けないっていうところを見た上で、だからこう聞かれるんだからこう入れましょうっていうですね、その分だけね2コマ使うんだったらばアウトインアウトインにした方が2倍になって効率いいだろうと思ったんです。最初のインのところ時間もったいないなと思ったんです。せっかく3コマ分のところのイン使って結局解けなくて、その後復習して覚えようっていうふうにするところが1コマ分しかなくなる、最初の1コマ分のインのところを別枠で取って回数が振動遅れるってのもったいないなと思った。それだったら先に間違って復習してもう一回できるかどうか問題演習してもう一回復習した方が解けるようになるはずだって思ったのね。だから今年はインアウトインじゃなくてアウトイン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 の繰り返しでいきますね、はい、先に問題演習します、先に問題演習します、うん、だからなおさらね、なおさらね、そう言うと、いきなり問題演習するんですか、間違ったらどうするんですか、怖いですとか、いっぱい間違えそうだから、そんなの上級者のやることだから僕できませんとか言う人いますね。違うね、これご覧いただいた方はもう気づいてらっしゃると思うんだけど違うんですよ、はい、違うんですよ、先にわざと間違うのですよね、はい、そうですよね、僕受験生の時もそうですもんね、はい、誰よりも先に問題演習するから誰よりいっぱい間違うわけですよね。間違ってがっかりして問題集手放すから合格が遠くなるわけで、違うんです、間違ってラッキーだと早く気づいてよかったと言ってそこに勉強時間かけるから得点力伸びるわけですよね。先にガンガン間違ってしまえと、どこを間違うのか、どこが聞かれるのかっていう問題を最初にね、自分に対して問題演習でこうなんていうかな、チェックしてみて、ね、筋トレだってそうじゃないですか、どこに筋肉が必要なのか余計なところにつけてもしょうがないですよね。今回自分の力を伸ばすためにどこにお勉強しなきゃいけないのかを先に知って、そこを強化する勉強を一緒にしましょうっていう方向なんですね。その代わりインのところの時間、ね、最初のインだっていうところを取った代わりに
演習の量が増えてますんで、ね、そういうカリキュラムに今年はしてます。だから、ね、インアウトインでいきません。あくまでもアウトイン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 ですね。問題演習してすぐ丸付けして復習、問題演習してすぐ丸付けして復習、これ繰り返していきます。一つのコマの講義の中でさえ、ね、問題演習時間区切ってやって、ね、時間区切って問題演習して、ね、じゃあこれから15分間問題演習何番から何番までやりましょう、はいどうぞ、とはい時間です、はい、じゃあ丸付けしていきますよ、はい、1番についてこうです、2番こう、3番こう、4番こう、5番こうです、はい、じゃあ、それぞれのところでポイント解説していきましょう。まず1番目の問題の5番足、ね、これについてはこういう理由でこういう理由からここを抜粋しました、ね、この箇所っていうのはテキストのどこに載ってましたか、何ページのここのところでこういうので載ってますよね、それについて今回は何で×だったんですか、はい、この選択肢の中のこの箇所が言い換えてあって×だからですねっていうふうにやるわけですよね、はい、間違ったすぐそばからすぐテキストと結びつけて復習する、これをやります。最初に問題演習やりますんでね、はい、ですか、それがまあ最大限の特徴です。いいですかね。はい。あとは3時間60問でやってなんぼですんで、徹底的に、まあ、レックの模試っていうのをメニューの中に入れてますんで、はい、ぜひ問題演習したものが3時間60問でもできるかどうかっていうのをチェックしていただきたい。あとはこの文章理解っていうのを講座の中のメニューにもうそのものに入れてしまったっていうところは去年との違いです。うん。ですか。はい。で、まあこのパンフレットのですね28ページと、ね、担当講師が語る合格講座のコンセプトって書いてます。これはこの上級演習コースのアルティメットのコースのコンセプトですよ。まずですね、インプット、これね、合格点を取るためのインプットに変えると言ってます。わかりますかね、はい、あくまでもね、教室に来て座っていて、先生が言った通りマークすれば合格するか、そうじゃないですよね。あくまでも、ね、何のために知識を入れるんですかって言えば、行政書試験の、ね、受講生の方のゴールは行政書試験で合格していただくということですから、合格点取るためのインプットかどうかっていうところが一番大事なわけでしょ。そうですよね、はい、学者にならなくていいわけ、試験問題解けるようにするんです。どういうふうに聞かれるから、どういうふうに覚えて準備しておいて、でよく、選択肢の中で引っ掛けてくる箇所っていうのはこの箇所を言い換えてこういう嘘をつくんだから、だからその箇所をポイントで最初から見てチェックできるようにしていくっていう実力を身につけていくわけでしょ。そうですよね、その深い深い言い換え、もちろんそこまで時間かけれればいいけど、時間限られてます、科目は多いんです。だから、ね、解けるようになるためのインプットに変えるためにはじゃあどうしたらいいんだろうかって言ったらば、出題形式を見ないで、どういうふうに聞かれるのかっていうのを見ないで、ただインプットしていくから、ああいいお話聞いた、うん、最高裁の立場、うん、分かる、うん、でもこの場合に訴えた人の被害者はいや大変なだったろうなみたいな、そういう勉強してるといつまでも問題演習解けないわけですね。なんか読み物読んだみたいな、ストーリーみたいな勉強になっちゃうわけです。でなんか時間すっごいやって、うん、今日もいい話聞いて俺も勉強したみたいなですね、それって問題解けるようになってますかっていうところのチェックが抜け落ちるわけだから、先に問題集、先に問題集、いいですか、範囲は広いですよね。ただし隅々までですよ、全部理解してじわじわいきましょうっていうと、あっという間に本番の試験がやってきます。だからね、あなたが2018年に合格するための簡単に言えばよく出る箇所かつあなたの間違う箇所があなたが勉強時間を投入すべき最重要箇所でしょ。よく出る箇所かつあなたがよく間違う箇所、ここに勉強時間を投入していただきたいんですよ。ですか。で問題でこう聞かれるんだから、そこをこういうふうに覚えておきましょうという知識に変えていただくわけです。それが合格点を取るための知識にまで高めるって、そういうことなんですよね。いい、よく出る箇所かつ間違う箇所を知る、そのためにはどうするかって言ったらば、よく出る箇所かつ間違う箇所を知るためには問題演習しかないわけですよ。そうじゃないとどこが得意でどこが解けないか分かんないでしょ。にもかかわらずダーッととりあえず時間かけてインプットだけ先に走らして、あっという間に8月ぐらいになってるっていう勉強法を最初から変えていこう、
よく出る箇所かつあなたが間違う箇所をどう覚えるのかっていう学習方法にシフトしていこう。これが最大のテーマですよね。はい、ですか。で、こうです。さっきは、ね、昨年のまでのコースはインアウトインにしてみました。今年はアウトインアウトインで繰り返していきます。ですか。問題演習してすぐ復習。問題演習してすぐ復習。問題演習してすぐ復習です。ですか。演習してすぐに復習です。ですか。演習先です。で、その後すぐに復習なんです。ですか。今回はこれです。ですかね。で、問題演習していっぱい間違えます。間違っていいんです。ただし、ほったらかしが一番もったいない。から、なんで間違ったのか。あ、ここか。あ、そういえばテキストに書いてあったけど、どこに書いてあったっけ。うわ、ここに書いてあった。あ、こういうふうに聞かれるのか。よし。じゃあ次、こういうふうに聞かれたときに間違わないように、ここはこういうふうに覚えておこう。これだよね。この、すぐにです。間違ったすぐそばが一番、ね、記憶の定着させるためには、いい時なわけですよ。だから、ね、と言ったらすぐに採点して復習です。でこれを講義時間の中で繰り返しますんで、はい、解いてください、はい、解き終わってください、丸付けしますって言って、はい、ポイント返しここですって復習です。ですか。演習して丸付けしてすぐ復習、これを講義時間の中で繰り返しやります。はい、あとですね、ね、間違いっぱなしだとか、ね、間違いっぱなしだ、心だけ痛みますよね。うわ、こんなに間違ったら楽しくないですよね。だからね、いいですか、合格点が取れるようになるまで徹底的に繰り返していきます、ね、そんなね、過去も2回3回繰り返した、そんなね、問題演習の量とか質じゃなくて、もう少しですね、基準を上げましょう、ね、いいですか。たとえその年の行政常識の本試験の問題が、ね、ちょっとぐらい難しめに作ってやろうが、簡単めに作ってやろうが、記述でなんか思ってこないところが出ようが何しようが、そんなの関係なく、どんな問題であろうが、確実に180点以上置いてくれるような自分になって座りましょうっていう、そのぐらいの自信を持った問題演習の量をこなしておきましょうってことです。あれだけ問題演習した自分は、ね、その年の問題どんな風に聞かれたって、とりあえずそこで出てる3時間の60問の中で180点は作って置いてくることができる。これでいいわけです。別に全部解けなくたっていい、ね、260点とか取らなくたっていいわけですよ、ね、どんな問題をその年聞かれたってね、とりあえずそこにある問題でちゃんと3時間以内で180点作って置いてこれるぐらい問題演習慣れした自分になりましょうってことです。そのぐらい問題演習で、ね、強化する箇所を強化して、ね、180点分以上の得点ができる得点力を持った自分として会場に行きましょうってことですよ、はい、問題演習量で自分の自信を身につけようってことなんです。ということは、解く量はもちろんだけど、解けるようになってるから、俺もこんなに問題演習したよな、ね、こう問題演習ここで積み上げていただいて、僕ね、問題演習ね、受験生の時13冊やりましたからね、こう問題集積み上げてですよ、これすごい間違ったよな、最初の問題集なんか半分以上間違ってたよなと、こんだけ積み上げた問題集間違いまくったけど、今といたら解けるよね、7割以上なんか普通に解けるよねというふうになっていけばいいわけですよ。いっぱい先に間違えて、いっぱい解けるように先になってしまえばいいわけです。ところが間違いっぱなしだと、うわこんなに間違ったほんま解けるかなっていう気持ちになっちゃうでしょ。だからどんどん先に間違って解けるようになりましょう、ね、解けるようになるまで繰り返し繰り返し解くんです。繰り返し繰り返しで解けるようになったら、この問題集卒業、この問題集も卒業、この問題集も卒業って言って、どんどん問題集足りなくなったら新しい問題集投入するんです、ね、っていうコンセプトを、はい、講義でやりましょうっていうんで、次々と問題演習がやってくる講座になってるんです。ね。ですか。はい。ということでね、ですか。合格点を取るまで徹底的に問題演習です。だから、質のいい問題で、しかも量が足りなくならないように、問題演習をしていただく。あくまでも合格点取るまでの間に、問題演習を繰り返していただくということなんですね。はい。ですか。質と量。いい問題で繰り返し問題演習していただいて、そして本試験迎えていただいて、まあ自信を持ってね、合格点を超えていただきたいというのが私のコンセプトです。はい、そういうことなんですね。はい、ということでね、内足式アルティメット上級演習コースフルパック73回ということで、はい、ご紹介しました。
あとは、そうは言ってもね、やっぱり、これ生講義は池袋本校でやるんですけどね、通学も通信編もありますが、ね、インプットのところもやっぱり時間取ってね、今回は徹底的に勉強時間取って、演習コースは演習コースで一番ね、問題演習にこだわったコースなんであれば演習コースするのはいいけど、インも欲しいなとかいう方は、はい、ぜひそれはレックの、職員の方、ね、事務局の方に声かけてみてください、はい、例えば院の中でも特にね、行政法とか民法とかこういったところのインプットの合格講座のところを、例えばプラスして取っていただくとか、あとはレックですからいろんな割引特典、再受講の場合の割引とかそういうのもありますんで、ぜひね、遠慮なくお気軽にレックの事務局の方に声かけてみてください。で、他のね、講師にはそれぞれの特徴がありますからね、温かくね、最後まで見守ってくれる講師がいたりとかね、途中リラックスしてね、面白い話もしてくれる講師もいるでしょう。で、初歩の初歩から丁寧に説明してくれるいい講師もいますよね。ね、実務に精通してるコースもいますよね、うん、皆さんが自分に合った、ね、選択をぜひしていただいて、ね、最善の選択肢を見つけていただいて、ね、で、その最善の選択肢というのが、ね、いやもう自分は今年絶対どうしても受かるんだと、ね、もうチャレンジするの今年で最後なんだ、絶対受かるんだと、ただそのためにはやっぱり練習量、本番での実践演習量が必要だというところに賛同する、どうせやるんだったらば徹底的に問題演習して誰にも負けない演習量で本試験に向かっていくんだということで覚悟を決めてやろうと思う人は僕は応援しますので、そういう人の選択肢としてアルティメット演習コースで徹底的に問題演習をしましょうという方とご一緒したいと思います、はい、ということで、そろそろお時間ですね。まあ、最後に一つ繰り返し言いましたけどね、問題演習の量は絶対嘘つきません、はいね、演習量嘘つかない。で、演習しっぱなしじゃなくてそれが解けるようになったということのこの繰り返しの量と自信っていうのは何者にも変えがたい自信じゃないですか。なんでかというと、今まで行政書士試験受かったことありますか、いや一回受かったことあるから今回も大丈夫ですとかっていう、その何度も繰り返し受かってる人ってそんな多くないですよね。その毎年受験するのが趣味みたいに受けてる人なんていないじゃないですか、なかなか。そうすると、ね、初めてのことに対しての自信があるかないかって言ったらば、根拠のない自信じゃなくて少しでも根拠のある自信とは何かって言ったらですね、いや自分は誰よりも同じような出題形式での問題演習の演習量を繰り返し、実際それが間違ったものが解けるようになるまでやってきましたという自信でしかないと僕は受験生の時思ったんですよね。そうじゃないですか、ね、でレックは確かにね、行政書士試験の受験の素材としてはいいテキストも提供してくれるし、いい講義も提供してくれる。だけど同じ講義を聞いてもその合格残念っていうところで差が出る、なんでこんな差が出るんだろうなっていうのを考えた時に、せっかくいいものをインプットした後にそれができるようになってるかどうかの演習講座が不足してるんじゃないかっていうのが僕の最大限のその何て言うかな、気がついた点だったんですよね。レックの講座は素晴らしい、ただもっと演習したい、もっと演習してそれをチェックして確かめたいっていう人のために、やっぱりとことんまで問題演習できる講座をご提供したいなっていうのがね、コンセプトですんで、うん、とことんまでね、問題演習して合格するぞっていう方、チャレンジをお待ちしてます。頑張りましょう。はい、じゃあ、内屋式アルティメット合格戦術ということで30分間ご紹介いたしました。担当は内屋でした。お疲れ様でした。